ファーストセットを務めさせていただきますのは我々サドメルヤルバンです。よろしくお願いします。はい、1曲目お送りしましたのはサドメルのナンバーでバックボーンでした。ソリストは最初めちゃくちゃかっこいいアルトソロを聴かせてくれました松田光陽。ピアノボルテ桂杏奈。トロコン大瀬良春樹。はい、でお送りしました。最初ね、この痛み Always のライブって普通音楽が止まってで照明がバッとついて始まるみたいな感じだったと思うんですけど、今回はソロで始まるんでこう真っ暗な中でソロをやってほしいっていうのを思いついてだんだん明かりがつくっていうのをやってみたくてちょっと、うまくいってちょっとニヤニヤしてます。ありがとうございます。すごいですね、なんかリハの時の倍くらいソロあって、いやーすごい感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、サドメルヤルバンが何をやるバンドかっていうと、サドメルをやってます。はい、昔アメリカに、70年代80年代のアメリカで活躍していた、サド・ジョーンズというトランペッターと、メル・ルイスというドラマーが、2人で立ち上げたビッグバンドの、コピーをやりたいと思います。でですね、サドメルって歴史がすごく長くて、サドが脱退した後はメル・ルイス・オーケストラで活躍していて、でメルが亡くなった後は今現在もニューヨークで活躍しているバンガードジャズオーケストラが、公認の、後継バンドでですね、最近コロナからやっと明けて19ヶ月ぶりにライブ再開してるのを Facebook で見てもうめっちゃ感動したんですけど、本当にいやもう涙出そうになりました。英語わからなくても We are back は分かったんでそれだけ見て、はいはい。でそうなんですけど、今回、1時間くらいのセットで限りがあるんで、そうですね、サドメル歴史が長いんですけど、サドとメルがちゃんといた揃ってた頃の古いサドメルの曲を多めにっていうのをコンセプトにやってます。はいはい、っていう個人的なこだわりです。もういいですかね、次の曲いっていいですか、すいません。続いては、ジャズスタンダードの、サドメルアレンジを、お送りしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは聴きください。 All of Me。
がとうございました。オールオブミーでした。ソリストはテナーサックス井上雄介。はい、ありがとうございました。オールオブミー、すごくジャズスタンダードで有名な曲だったと思うんですけど、すごいアレンジが濃くて、気づかないくらいのアレンジだったと思うんですけど、僕すごい大好きで、この曲ずっとキックバンドとか、楽バンとかでやってます。はい、どうしようかな。このバンド本当は、夏の9月8月の SJC スチューデントジャズクルーズクルージングっていう、夏のジャズのイベントで、なんて言いました、スチューデント、あ、それそれあ、それそれ高校生の大会や、すいません、SJC でっていうジャズのイベントで、その中の一つの20分くらいの時間の枠でやろうと思って作ったんですよ。だからこのバンド作ったの8月とか7月だったんですよ。それがね、それが緊急事態宣言と重なってしまって SJC 中止になってしまって、せっかく練習してたのにね、なくなってしまってすごい残念だったんですけど、今回セカンドセットの、バディリッチのバンドさんとお話しいただきまして、今回比較バンドを開催することができて本当に良かったです。ありがとうございます。はい、そんな感じで、すごく楽しみにしてたバンドなんで、メンバー紹介をしたくて、はい、いいですかね。比較バンドってその一番楽しい時って曲考えてる時とメンバー考えてる時で、どの曲やろうかなと、誰やろうかなとかで、めっちゃ聴いてる曲があって、このソロ誰にやらせたら一番上がるかなみたいなことを考えてる時が一番楽しくて、今日はですね、僕が大好きな人たちに集まってもらいましたんで、はい、ありがとうございます。はい、紹介させてください。そうやな、さっきのえくん紹介したから、まあいいか。紹介します。テナーサックス、サックス隊からいきます。テナーサックス井上雄介。アルトサックス、牧ゆかり。リーダルト、松田光陽。テナーサックス、六角でいいですか、六角さん。六角さんじゃないんですけど。で、バリトさん、サックス、島大輔。ありがとうございます。サックス隊の人たちですか、でした。すいません、めちゃくちゃカミカミで。アルトの マッキーゆかりちゃんなんか、このバンドのためにソプラノサックスめちゃくちゃ練習してきてくれて、本当にありがとうございます。無理な譜面だった、すごいややこしい譜面だったと思うんですけど、ありがとうございます。続いて、トロンボーン紹介したいと思います。じゃあこっちから、トロンボーン、佐久田流星。大瀬良春樹。林咲希。バストロンボーン、阿部瑞穂。はい、ありがとうございます。トロンボーンはですね、僕が4年間所属している神戸大学のビッグバンドの、同期、大後輩、大先輩に、大後輩大先輩、大後輩に集まっていただきました。ありがとうございます。結構喋ってるな、この次の曲いいかな。いいですね。はい、続いてお送りする曲、セントラルパークノースという曲なんですけど、YouTube でサドメルって検索したら多分一番上に出てくるぐらい有名なナンバーになってます。はい、多分出てると思います。検索したらセントラルパークノースの白黒のライブ映像が出ると思うので、もうそれも僕も100回くらい見て、はい、それが言いたくて、そのオタクなんで。でですね、この曲僕の中で1個こだわりがあって、この曲早ければ早いほど僕好きなんですよ。だから音源いっぱいあったら一番早い音源が好きって僕言うんで、のんきん大好きなんで。で、多分あれですよね、サックス、トロンボーン、そんな忙しくないですね。早くなっても耐えますよね。ドラムはまあ頑張るとして、多分この曲めっちゃ速くすると一番負荷がかかるのがベースなんですね。めちゃくちゃ手数が多くて、なんでちょっと
リハでも当日まで上げれるだけテンポ上げてきてってお願いしたんで、今日どれくらいでいくか聞いてみたいと思います。今日テンポどれくらいでいかれますか？そやな、これくらいね。はい、それでいきましょう。じゃあ爆速のナンバーをお送りします。準備よろしいでしょうか？はい、それではお聴きください。セントラルパークノース。
セントラルパークナースを送りいたしました。ソリストは誰だっけ、トロンペッターフリューゲルホルン吉川奈々穂、バリトンサックス島大輔、オンドラムス横山塚さん、そしてトランペット脇坂でお送りいたしました。はい、今くらいのテンポが好きなんですよ。セントラルパークノースアルバムで、セントラルパークノースっていうアルバムでサドメで出てるんですけど、その元の音源はもうめっちゃでもないな、割と遅めで、ライブの時にサドメル本家がこれくらい早くしてやってるのが大好きで、はい、めっちゃ変な曲ですよね。急にジャンジャンって急にバラードに切り替わったり、ちょっと意味わかんない曲なんですけど、なんか何回も聴いてると癖になるっていうのがそのサードメルのいいところだなと、思ってます。はい、じゃあメンバー紹介後半いきたいんですけど、どうしようかな。先にリズムからにしよう。俺トランペットやし、はい、ピアノフォルテ桂アンナ、ベース本倉佳代子、ドラムス横山司。はい、じゃあトランペットを紹介したいと思います。フォースから、天倉涼介
吉川奈々穂、月島さとし、はい、原しおん、そして脇坂でお送りします。いやもう月島さん やばいっす飛ばしすぎですよ。じゃあですね、あのトランペット、あ、すみません、僕トランペットやってるんですけど、バンド組むときにやっぱり自分のパート、自分のパート一番誰にしようか考えるんですよ。で、今回のメンバー、あの全員各自分 の所属してるビッグバンドのリードトランペットを担当してる子ばっか集めて、信頼のリードの天倉くんと、反対の奈々穂ちゃんと兄弟やってた、元兄弟やってたいやいや松木島さんと松木島さんですね。で、サボハドの相原とお呼びして、ガチガチのメンバーで固めてます。別にあのリードをやってるからあのすごいとか偉いとかいうわけじゃないんですけど、やっぱりリードトランペッターっていう生き物はすごいあの無茶ぶりに大体答えてくれるんですよ。あのここのフレーズ息一回もしないでくださいとか、あのここのフレーズ2オクターブくらい上げてくださいとかって言っても、まあ、嫌な顔しながらはいって言ってくれるんで、すごく助かってます。ありがとうございます。で、ですね、サドメルナンバーってめちゃくちゃ長くて、あの昨日も僕あのビッグバンドの対バンしてて、相手があのデューク・エリントン あのビッグバンドと対戦してたんですけど、デューク・エリントンの曲が1曲あの3、4分の曲ばかりで、1時間のライブをしようとすると9曲、10曲になるっていう話をしたんですけど、あの逆にですよね、こちらのサドメルバンドあの次で最後の曲になってしまうんですね。時間やばいよね。いや本当にないんです。あの拍手の盾を合わせても奇跡は起こりません。あ、本当にこれ終わってまうな。いいか、ちょっとちょい巻きで。え？ソリストに。いや、ソリスト次第ですね。はい。ではあの最後の曲になりますので、先にソリスト紹介したいと思います。テナサックス六角さん。バトルソロで、かましてくれます。テナソロ井上雄介。あ、お前、ごめんなさい。ドラムに聞いてもたらごめんなさい。ドラムスレカマツカサ。はい、もういいですか。トランペットの方々疲れてません。全然待ってた。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、本当に最初はSJC で20分の枠で出そうと思って組んだバンドだったんですけど、悲しいことになって中止になってしまったんですけど、こんな形でたくさんのお客さんに来てもらえて、ライブを開催できて本当に良かったなと思ってます。本日はお越しいただきありがとうございました。続いてですね、セカンドセットを演奏されるバディリッチバンドも、めちゃくちゃぶちわけなバンドだと聞いてますので、お楽しみにしてください。あのちなみにこのバンドでスーツ着てる人たちは次のバンドも乗ってらっしゃるんですよね。そういうことですよね。はい、あの自分との戦い頑張ってください。はい、それでは行きましょうか。はい、次にお送りする曲、僕がサドメルで一番大好きな曲で、この曲がやりたくてこのバンドを組んだまであるんで、切っていきましょう。はい、皆さん、あれの用意はいいですか。いいですかね。ちょっと待って、ボイスどうしてお、はい、で、最後の曲いきたいと思います。ぶち上がっていきたいんで、皆さん手拍子よろしくお願いいたします。いいですか。ファーストセット、お送りしましたのは我々サドメルやる番でした。最後にお聴きください。マイセンティニアル。
Thank you.
ございました。サガメルヤルバンでした。Thank you.
どうもありがとうございます。バレッジビッグバンドです。よろしくお願いします。1曲目にお送りしましたのが嫌がったトライですね。ソリストが矢沢大樹ってなさらです。笹部幸喜、はい、ありがとうございます。嫌がったトライはバディリッチの、一発目の曲として有名なやつなんで、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思ってね、勢い全開でやらせていただきました。で、2曲目がベストコーストですね。今回バディリッチの、演奏をやるということで、まさかとは思うんですけど、バラードの期待なんかされてる方はいないと思うんですけども、はい、今のが今回のやる曲の中で一番落ち着いた曲です。もう終わりました。はい、これからはもう勢い全開でいきますので、はい、もううるさいのがね苦手な人はもう今の時点で手遅れかもしれないですけどね、くれぐれも耳から血だけ流さないようにしていただいて、はい、よろしくお願いします。今回ほんまやったら9月に神戸の方で行われる SJC という、ジャズの、コンサートの、今電話よっぽど緊急なんか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、でその神戸で行われる予定だった SJC っていうライブがあったんですけど、それがコロナの影響でなくなったんですね。で僕らそれに出演する予定で、行ってたんですけど、リハもして準備してたんですけど、出られないということで、急遽もうせっかくしライブをしようということで決まったわけです。で、そこで起こった問題点がですね、その SJC で行うのは基本尺が30分なんですね。で僕らどっちも30分で用意してたんで、どうしようかということで1時間ぐらいね枠取らなあかんので、で急遽曲を増やして、なんとか間に合わせたんですけど、それでも1時間の尺は難しいだろうということで、今僕がタラタと喋っております。はい、なのでせっかくなので、今回出演していただいているメンバーの紹介とかまた後でしようと思いますし、このバンドの成り立ちも結構不遇なバンドなんで、それの話もまた後でさせていただきたいと思います。ではもうね、せっかくなので次の曲行かせていただきたいと思います。リトルトレイン。
リトルトレインという曲でした。はい、はい、最初ねゆっくり行くんかな思ったらちょっと回転してでそれで行くんかな思ったらむっちゃ速なってっていう曲ですね。そうなんですね、このバンドの話を少ししたいんですけど、あの不遇なバンドを言うたんですけど、何が不遇かというと、もともととある大会に出ようとして編成したバンドなんですよ。でその大会っていうのがステラ、まあステラなんとかっていう名前は伏せとくんですけど、大会でして、ビッグバンドのジャズをやっている大学生のサークルの中では主に2つほどの大会がありまして、一つが山野って呼ばれる、名前は伏せておきますけど山野っていう大会で、もう一つがステラっていう大会なんですけど、その、まあ、いわば山野っていうのはそのビッグバンドの一軍バンド、まあ、野球と一緒で一軍うまいやつばっか集まったバンドが出るのが山野なんですけど、まあ、初心者で始めた人とか、まあ、一軍に乗るほどではなかったみたいな人たちが一応やってる二軍バンドみたいなのがあるんですね。でそれが、まあ、大会しようぜっていうのでなってるのが一応ステラなんですけど、今なんで言うんですけど、山野の方は審査が厳しい、ステラの方はまあ緩いと。なのでせっかくやしステラでバディリッチやって暴れようぜっていうのからこのバンドが作られたんですね。で一応大学の代表として出るもんなんで、その当時いたメンバーの中でステラに出てない大学出身の人いるか言って見つかったのは京都府立大学だったんですよ。でじゃあもうこのバンドその京都府立大学の人もいるし、京都府立大学の代表のバーレッジビッグバンドってことにしようって言って、バーレッジって名前もみんなで頑張って決めたんですね。ちなみにバーレッジって何かというと艦砲射撃とか集中砲火みたいな意味なんですけど、あちょうどええやん、しかもバーレッジの中に BR がしっかり入ってるんで、あバディリッチの感じやんみたいな感じでできたんですけど、ちょうどそれを編成したのがですね去年の、2月ぐらいそうなんですね。もうできて大会申し込んだ、はい、緊急事態宣言みたいな状態やったんで、ライブもできず、曲だけやる曲だけ決めて練習だけして何もないっていう状態ですね。でもうそれで正直ポシャったんですよ、もう大会もなくなったんで。でまあ何人か残っててせっかくやしやりたいなみたいな、僕が特にあれなんですけどやりたいなっていうことで、次の年の SJC さっき言ったコンサートですね出ようっていうことで、ちょっともう一回やろうぜってなったんですけど、もうほとんどメンバー変わってるんですよ、まあ、ところどころ一緒の人はいるんですけど。でまあ京都府立大学の人も今いい品し、まあ、でもせっかくバーレッジってみんなで決めたしっていうので、バーレッジっていう名前だけ残して今出てる感じなんですよ。でやっとこれがファーストライブということで、はい、ありがとうございます。ファーストライブで飛ばしております。で先ほどお送りしたリトルトレインという曲が、その大会がなくなった、ライブもなくなった、まあ、練習も場所が使えない緊急事態宣言ということで、僕自身なんか暇やなっていうので、もう去年はほんま廃人みたいな生活をしてたんですけど、何の廃人かというとですね、譜面財布、譜面を作るっていうので、まあ言ったら財布っていうんですけど、今譜面が存在してないバディリッチの曲を譜面作ろうというので引きこもってずっと作ってたんですよ。で長いこと時間かけて作ったのが今のリトルトレインという曲で、多分ね日本で、まあ、こんなバディリッチ好きもいないと思うんですけど、日本でこの曲やってるとこいないでしょうね。自慢自慢はい。トロンボーンの人らがもう何やこれ全部高いやんけって言ってブチ切れてましたけどね。バディリッチなんでしゃあないということで、はい、はい、ソリスト、さっきの、はい、鈴木梅を、星大志郎、はい、で、
サックスマキューカリー、でトロンボーン小林ハカー、はい、トロンボーン吉水海斗、はい、管楽器各パートソロできる曲なんで、ボス曲ですね。かなりまあ難しいけど、すいません、はい、山岡もか申し訳ない申し訳ない、はい、山岡もバリサクでね、ほんまやったらテナーがやるところなんですけど、俺らオリジナルでバリサクでいったろうぜっていうね、低音をブリブリ響かせていただきました。はい、はい、もうボス曲なんですけど、まあ難しいのもあるんですけど、全員ソロ回せるっていうので、ものすごくコスパのいい曲ですね。なんでテンポもばらけて全部まんべんなくできるんで、っていう、はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。次が、シスターサディという曲です。はい、で2曲続けて送ります。ウエストサイドストーリーという曲ですね。はい、ご存知の方はいると思うんですけど、ドラムが煽ります。はい、楽しみです。はい、ビーから血流さないようにしてください、ね、お願いします。
Final song.
ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？血出てないですか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。いやいやいや、息切れるわ。しんどい。はいはいはい。観客の皆さんに耳大丈夫ですかとか言うてんですけども、この辺が一番やばいですよ、ね。はい、ね、耳栓用意しといてよかったね。はい、ありがとうございます。残すところもあと1曲で、こちらもね、あ、いやいやいや、やったはい、ありがとうございます。こちらの曲もですね、もう先に紹介しとくんですけど、バードランドという曲で、これもね、譜面がなくて、で、これがたまたま手に入ったんですよね。僕もバディオタクとして海外のコミュニティに所属しているんですけど、そこの方がバードランドを取ったし、自分ビッグバンドやってるやろ、やりよってくれたんですよね。イギリスの方なんですけど、はい、だからそれを初披露になりますが、はい、今回やらせていただきますと。はい、あ、この曲のソリストを紹介しておきます。牧ゆかり。暴れ倒してもろて、はい、締めたいと思います。そしたら、いきます。バディバードランドです。We'll be right back.
どうも、どうも、最後のアンコールで、ありがとうございます。はい、ね、もうバディリッチの曲は今ので終わりです。終わりですね。はい、アンコールはね、ちょっとちゃう曲をせっかくなんで、やりたい。サボエルか、うーん、どうしようかなって。こう見渡した時にね、このバンドって、兄弟のデューク・エリントンをやるダークブルーニューサウンズオーケストラっていうバンドの、現役メンバーと OB メンバーがものすごくたくさんいるんですよね。はい、お気づきになられなかったと思うんですけど、はいはい、こうね、爆音でバディリッチをやってるメンバーのほとんどが数年前もしくは今年デューク・エリントンのあの独特なニュアンスを綺麗な感じで出してるわけですよ。ね、部活でそれやって、あのね、はい、兄弟のジョニー・ホッジス、はい、大学生活をジョニー・ホッジスに捧げた男、はい、でもね、はい、デューク・エリントンやってるんで、ね、デューク・エリントン言うたら何が有名かなっつったらあれですよね、テイカトレインですよね。テイカトレイン、うん、一つの電車取ってくださいってね、テイカトレインって、はい、それやろうと思う。で、せっかくなので、サドンエルバンの方から、ソロをソリストを協力していただいて、で、まあちょっとジャムみたいなやってからやりたいと思います。テイカトレイン行きます。では、いいっすか、あ、井上さんが、あ、来ていただける、あ、六角さんも来ていただける、ではどうぞ前へ。お、テナーバトルが聞けそうですね。ね、バディリッチ好きですからね、テナーバトルね。くれぐれもデューク・エリントンの曲をやるっていうだけなんです。なんかデューク・エリントンやらへんやろって言われてもね、僕らデューク・エリントンやってるわけだから、デューク・エリントンの曲でやる。OK です。Take the A Train、 はい、やらせていただきます。
とうございました。バーレスベッドバンドでした。本日はお越しいただきありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。伝票なかったんですけど、DJ しか回せないやつなんで。はい、こちらいただきます。ありがとうございます。いくらですよね。
550+550+1500。